はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザンバオゾーです。そしてファミツアップのミコだよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今日はね、うん、なんとポケモンさんから配信予定になっている新作ゲーム、ほう、ハネロコイキングを特別に一足早く、はい、遊ばせていただくことになりました。はい、跳ねるコイキング、跳ねるコイキング、ね、未だかつてそんなコイキングがフィーチャーされてる、そうそうそう、なかなかね、ないよね。俺も全然触ったことないから、はあ、そう、私もね、やりながらね、理解していこうじゃないか。はい、はい、じゃあ早速ゲーム画面いきましょう。はい、もう可愛い、もう可愛いぞ。ピカチュウもちゃんといるしね。ピカチュウもいるね、いるね。初めから、はいはい、初めからね、はいはい、お、始まったよ。始まりました。お、あ、これめっちゃ楽しいよ。俺ちょめっちゃ鳥肌立ったよ。懐かしい。はじめまして、ハネロコイくん、コイキングの世界へようこそ。わしの名前はカープ。チョウチョウなんだ。みんなからカープチョウチョウと慕われておるよ、うん、ここはコイキングを愛する町、ホップタウン。至る所でコイキングが育てられておる、うん、はいはい、ほんとにコイキングはとにかく跳ねる、よく跳ねる、まあ、最初跳ねるって言われたね。頼りなくて情けない世界で一番弱いポケモンと言われておるが、どんな時も跳ね続ける、そんな姿が愛らしくて、みんなコイキングが大好きなのじゃ。それはね、そう、そうでしょうね。まあね、大好きよ。そう、大好きだよ。大好きよ、やっぱ。わーっと跳ねてる。コイキングには夢があるから。あるからね、そうそうそう。この地方にはコイキングの跳ねる力を競わせる8つのリーグがあるのじゃ。すごいリーグあんな。長い間この町からチャンピオンが出ていない。次第にコイキングたちもやる気を失い、それはね、この町のコイキングはほとんど跳ねなくなる。それはそれで、ちょっとさ、大丈夫なの？このままではいかん。そこで、うん、あ、私にポケモンを育てるのが得意なお主に来てもらったわけじゃ。なるほどね。お主ならリーグで勝つコイキングを育てられるじゃろう。 お主の活躍によってコイキングもやる気を取り戻してくれるはずじゃ。ぜひ8つのリーグ制覇を目指してコイキングを育ててみてほしい。お、はい、お、え？え？何これ、釣り竿じゃん、あれ。そこに3本のボロの釣り竿ね。なんかコイキングといえばやっぱりね、そうね、ボロね。これ高級なやつでやっちゃうと違うの釣れちゃうからね、うん、そうそうそう。ほっほっ、コイキングを釣るにはこれが最高な。なかなかないよ、あのボロの釣り竿最高っていうことは。そういう、うん、フューチャーされないからね、うん、昔は私もバリバリコイキングブリーダーとして流したものである。溺れた今はゆっくりコイキングを、おじいちゃんじゃ、もう一匹やろう。え、くれるんだ。よし、なるほどね、釣り竿をね。私真ん中が良かったな。変わらんだろ。いや、ボラの釣り竿なんだろ。あ、モンスターボールで釣るの。あ、なるほど。お、お、お、よし、えい。あ、なんだなんだ、見た目はどんなの。それはコイキングだ、ね、それはコイキング。変わらないか。そうだね、これはよく跳ねそうなコイキングじゃ。なに、ね、どうすんのこれ。あ、男の子だ。いろいろ書いてあるね、模様ノーマルとかね、いろいろ模様あるんだじゃん。ありそうですね。 L1、 このコイキングは本当に元気がいいぞ、うん、これでお主もコイキングブリーダー。次は育て方のレクチャーじゃ。場所を移動するぞ。お、育て方、育て方ってよく跳ねる。お、あ、跳ねる力 CP を育てよう。ほうほうほう。リーグで勝つためには跳ねる力イコール CP を大きくする必要がある。食べ物を食べさせよう。食べ物をなぞるとコイキングに食べ物を食べさせられるぞ。お、あ、いっぱいあるな。あ、あるわ。これ食べな。お、食べ身だね、多分ね。お、跳ねる力が増えたのが分かったか。あ、増えてる増えてる。プラス10ってね、なってますね。残りの食べ物も食べさせるのじゃ。分かったよ、じいちゃん、分かったよ。よしよしよし。いや、はか、はかちじゃない、ちょうちょうだからね。あ、そうか、すごい、ちょうちょうね。おじいちゃんね、ちょうちょう。カープちょうちょうだから、ね、食べて食べて、元気なんだ。65、特訓する、特訓するかどうって、コイキングの CP はさらにグーンとアップするぞ。特訓、お、なんだろう、だって、特訓するのかな。今日の特訓はカップ、ティリーン、あ、サンドバッグ、サンドバッグ、サンドバッグに耐えたりするのかな。コイキングどうやってサンドバッグで戦うの。耐え当たり、あ、あ、体当たり、コイキングの体当たり、すごい、跳ねる、跳ねる以外に、あ、めっちゃやってる、めっちゃやってる、すごい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 、あ、特訓でコイキングの跳ねる力が強くなった、強くなった。おお、こう跳ねて、成功。あ、お星様、お、 CP が70、あ、結構上がるな。100超えたんだよ、これ。いけ、日が暮れないうちにホームのイケスに帰った。お、あ、ホームのイケスね。ホームね、なんとも言えない可愛さ。あ、いったいった、100超えたわ。やったやった。特訓で跳ねる力が大きく育ったじゃろう。次はリーグに挑戦じゃ。挑戦、リーグに挑戦できる。ついにリーグのライバルと跳ねる高さを競って目指すはリーグ制覇じゃ。そうね、8つのリーグをね、制覇したい。あ、でもなんかサイズ感が違うね。でかくない敵相手を、でかいな対戦相手、でかくない。ね、でかい。
でもね、我々の貧弱なコイキングで勝てるのかこれ。勝てるでしょ。最初の1回ぐらいはちょっとさ、やっぱコイキング野郎だって相手は。コイやろうね。いたね、実況ね。まだ体が仕上がっていないようですが、だからどこまでやれるか楽しみです。まもなくスタートです。いくよ、跳ねろコイキング。いくんだ、飛べ。いくんだ。こういう感じ。あ、わかった。かわいい、かわいい。待ってるよ今。あ、しかもすごいな。早く申し上げた。結果はどうだ。やったー。コイキングの勝利はどっちもコイキングだから。あー、やった。やっぱ結構差ついてるんじゃん。ね、あ、でも CPI、 あ、ちょっとあの子弱いんだ。ガタは良かったけど、ね、CPI 低いんだね。そこで差がね、出るんですね。いいじゃん、いいじゃん。やったやった、かわいいね。ブリーダー経験値でもある。すごいな。特訓ポイントが回復。ダイヤをゲットなどいいことがあるぞ。なるほどね。さあ、行こう行こう。さあ、この4枚ゲット。コイン。あ、おお、もうリグで一勝したか、うん。飲み込みが早い。したよ。この調子なら、8つのリーグ制が不可能ではないかもしれない。お。まだ初心者が集うフレンドリーグとクイックリーグのチャンピオンを目指すのじゃ。おお、いよいよこれからお主の物語の始まりだ。うわ、夢と愛情と跳ねろコイキングの世界へレッツゴー。イエーイ、行こう行こう。あ、ここまでのさ、食べさせて特訓してリーグに挑戦、これをね、やっていくんですね。特訓してコイキングを育てていくと。うん、おめでとう、ありがとう。で、はい、第100個ね。あ、特訓ソーダなんてかわいい。リーグエイド、PP エイドって、それが多分必要なんだろうね。そうですね。かわいいんだけど、育ってるぞ。ちょっとね、でかくなっていってる感じしますよね。え、タウンってのもあるじゃん。タン、あ、ほんとだ、タウン見よ、さっきタウンね、なんだろう。リーグで貯めたコインで、あー、さっき4枚ゲットしたコインね。食べ物とか、あ、なるほどね。食べ物買ったりランクアップで、うわー、ランクアップすることができるの。うわ、いっぱいある。みんなね、あ、あの、ブリーダーランクみたいなのが必要なんだ。あ、ほんとだ、42レベルとかある。はいはいはい、他にも特訓のね、やつとか。お、新しい特訓を買うとランダムで選ばれるようになるよ。ランクアップで効果もアップするんじゃない。あ、これもでもブリーダーランクでね。それ多分さっきさ、これ2択ぐらいしかなかったんですよ、ルーレットみたいなやつで。それが選択肢増えるってことじゃん。そうですね。あ、オンじゃん、すごいいっぱいある。仲良しグッズ、ダイヤを使ってちょっといいものが買えるよ。仲良しグッズ、これちょっとまだないわ。デコレーションとか、お、デコレーション購入するとコイキングの育成スピードがアップするぞ。自分好みの生けすに模様替えしてみよう。え、結構大事じゃんね。育成スピード上がるっつうんだね。うん、不思議。あ、かわいい。まだちょっと100個だから足りないな。いろいろあんな。ね、いろいろありますね。あ、かわいい。資料室とかもある。あー、模様図鑑とかあるんだ。え、でもまだ普通のやつしかない。そう、普通の。ノーマルしかないし。ノーマルしかない。でもこんないっぱいあるんだね。種類あんの？種類めっちゃあるみたいです。結構あるの。え、ちょっと他のやつも見つけたくなりますね、これは。確かにね。あ、いっぱい落ちてる。食べろ食べろ。食べろ、コイキング。これ一回、ちょっと特訓しよう。一、うん、回ね。そう、一回特訓ね。満タンだから、ちょっとやっぱ使っとかないともったいないね。そう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 。はい。今日の特訓は？あれが、いや、二択だろ、多分。あ、こっちね、こっちね、今度。これ何なの？これ、跳ねるカウンター。なんだ？その、あれね。跳ねるの、回数を数えてる。あれね。あ、めっちゃ、かわいい。めっちゃこ、跳ねてる、跳ねてる。え？いや、もう関数としてる。あ、もうね。99,999 ですよ、これ。冗談成功だって。え、多分いいやつじゃん、ね、めっちゃ上がんじゃん。800。えぇ、めっちゃ上がったよ。いや、もう1000いってるからこれ。嘘。あ、コイキングの頑張り次第でゲットするね。あ、量が増えたし。確かに。あれ、おや、誰かがこっちにやってきてるの。ね、進化だと思いましたよね、今。いや、でもこう跳ねるコイキングだから。そうね、進化したらジャラトスの話。そう、関係なくなっちゃう。違うから。特訓後にランダムでイベントが起きることがあるぞ。いろんな種類があるよ。あれ、なんだなんだ、マッサージ。蝶々がマッサージしてくれるの。特訓誠意が出るよ、出るの、はい、お主のコイキング疲れ切っているようじゃ。ちょっと、だってわしに任せなさい。特製のマッサージじゃ。おりゃ、え、何したの。お、何してんの。マッサージで特訓ポイントが近い。あ、そんなのがあるんだ。またになったんじゃん、これ。やった、またいける。すごいよ、すごい。すごい、マジ800だからね。すごい上がったね。上がったし、かも。あ、なに。あ、サイズがちょっと大きくなった。でかくなるんだ。あ、すごい、1000超えてるから 1K という単位になったの。あー、1000が 1K ね。ね、行くぞ、跳ねろコイキング。いけ、どんとこどんとこ。飛べ、行くんだ。飛んだ。あー、よ
よ。結構まあまあでもまあまあ差があったよ。早く申し出そう。結果はどうだ。やったー、勝利。おやったー、ブリーダーランクアップ。そう、あ、ブリーダーランク、クルンポイントも全開したね。やったやった、ライオンもらった。お、釣り堀で釣れるコイキングの最大レベルが10になった。なんだって。あ、分かったわ。これでもコイキングのレベルもさあれだわ、その今マックスが多分決まってんじゃん、この決まってますね。それがやっぱその釣れるのがどんどん上がってくるじゃん、上限。あー、なるほどね、最大値が。さあ、5回戦いくぞ。リーグ、僕、コイ太郎出てきた。ちょっと何、コイ太郎。コイ太郎ってあの実況の人じゃないの。ちょっとね、なんで出てきちゃったの。実況の人はコイ野郎。コイ野郎だよ、コイ野郎。よかったよかった、フレンドリングマスター。でかっ、だわー、ハエロー、コイキング、いけー、教えてくれるのか。頼むよ、いけるはずだ、君なら。あー、いや、勝ってる、勝ってる、勝ってるけど、ギリ勝ったっぽいな。はい、今のちょっと結果はどうだ。やったー、うわー、 0.8 やね。惜しい、危ない危ない危ない。かわいい、フレンドリー優勝、めっちゃかわいいんだけど。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。あ、経験値が上がった少しね、リーダーのね。いや、これ嬉しい。フレンドメダルもゲット。なんかこれね、ジムバッジみたいな感じでいいですね。なるほどね。あ、まだ結構あるっぽいな、これ。いや、今8つだからね、8つ。あ、かわいい。時間に記録し、あ、シェアできるんだ、嬉しいね、これは。なるほどね。あ、6枚も電気玉をゲットした。 え、待って、もしあのピッピカチュウ。ピカチュウがイケスに来たみたいな。かわいい。え、何す、あ、ピカチュウ。マークが出ているときにピカチュウをタップすると育成を手伝ってくれるよ。なんだって。ホーム画面のエキスをスクロールで移動できるようになったぞ。おお、上ができたんだ。いや、でもね、その前にやっぱさ、まずさ、お食べお食べと、はい、上げてみよう。あ、レベル上がってくよ、レベル上がってくよ、どんどん上げよう上げよう。あ、なになに、サイズ上がり、やったー。確かにでかいわ、サイズ感。ピカチュウタップします。あ、お、なに、あ、かわいい、嬉しい。おお、これで育成をね。かわいい、かわいいな。なんか、あ、ごめんなさい、回復時間とかあるんだ。これちょっと友達ランクとかもね、できるわけ。あー、それで競えるってことね。跳ねろ、コイキング、おらら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 、まあまあいいんじゃない。あ、でかなった。あ、待って、あ、これマナフィー来たんだけど、ね、あ、ちょっとマナフマナフマナフィーは来たけど、ちょっとタイミングがね、コイキング。あ、やっと最大まで。今の主はこれ以上跳ねる力を育てること難しい。このコイキングにとってはこれが最後のリーグ長。え、どういうこと、どういうこと、コイキ、え、どうするの、最後の挑戦、恥、は、え、え、待って待って、私今ちょっとショックを受けてる。あ、クイックリーグっていうのが来るんだ。え、ちなみにホームには、あ、レベルが最大だから、あー、育てることできないよね。メスだよ、相手はメス。一応やってみよう。でも勝てん、でも強くなったはなったか。でかっ、言うてもレベル最大だからね。こうやろう、頑張れ。さあ、引退試合って、引退試合、ピカチュウも見て、見に来ちゃってるもん。ちょっと待って、このコイキング引退すんの、どういうこと、引退って優勝、え、マジか、どうするの。だってまださ、試合はいっぱいあるよ。羽だ、コイキング、最後の羽だ。ピカチュウが応援してくれる、かわいい、キラッチ。あ、CP 5%、かわいい、何それ、強くなるのか。時々サポートポケモンが応援に来ることがあるぞ。 CP アップで勝利するチャンス。おお、行くんだー。あれだ、コイキング、腕、差がすごい、差が圧勝だよ。嬉しいわ、よくやったよ。10m以上差ついてる、すげえわ。いや、まあまあ、クイックリーグといえども、まあまあまあ、1回戦目だから、まあね、コイキングをもっと強く育てたくなってきた頃だろう、うん、したいよ。それ参考に、わしがバリバリのコイキングブリーダーだった頃のイケスの写真を見せてやる。何何、でカビゴンとか、え、すごくない、いるね、ニャビーとかさ、いるよ、いるいるいる。あー、やっぱなんかイーブイの、そうね、仲良しグッズでポケモンに手伝ってもらって、デコレーションでイケスを飾りつける、うん、これがコイキングより早く強く育てるコツじゃ。はい、よし、わしが昔使ってたデコレーションを一つやろう。なんだって、あ、大事な看板、大事ね、これ釣りしないでねって、ってことね。食べ物の最大出現数プラス1個のボーナスをゲットしたよ、やった。あ、なんかそういう効果があんだね。ね、あ、これね、さっき見たやつだ。うん、
っぱいっぱいゲストをねデコレーションしたかった、ね、お引退試合終わって、いやこれまだ、あそっか負けるまでね、やられるまでこの攻撃が粘れる、いやなんてそんなちょっとだけ寂しい感じさあ見せてやれ、行くんだー、ハネル見せてやれ、まだいけるな、まだいける、まだいける、でもやっぱちょっとずつ、まあ、5メーターぐらいはある感じした、ね、うん、よし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 、いけいけるでしょ、うわまあちょっとこれもね多分3メーターぐらい、3メーターぐらい、俺の目測3メーターぐらいこれ縮んでいる、おー3メーターだすげえ、これさちょっとここも勝ちたいよね、いやそこねもう俺やべえと思うんだよな、いけないかな、いけるよね、いけよ、いこ、いこいこ、これねもう大丈夫よ、ピカチュウの応援でね、いけるよね、コイキングこれピカチュウいなかったら負けてるまで、私あーやばいやばい、やばいなこれ、ギリじゃん、ギリ 0.5 ぐらいでギリ勝ってるぐらいじゃんこれ、あー負けた、うわ負けたんだ、0.1、0.01 か、うわ、ほんとだ、うわー、CP この差でこの感じなんだ、すごいわ、うわすごい、負けてし、やだやだ、引退じゃない、え、引退すんの、賞金手に入れて、あー引退だー、控えの攻撃もいないんだけど、うわーそう、控えの攻撃え、どうするの、え最終スコア、いや、これちょっと切ねえな、これ1代目コイキング特訓した回数少ない少ないね、本当にイベントに出会った、でもすごい出会った、イエス、ゲットしたメダル、え、こういう風に出てくるの、ショックをちょっと受けちゃうんだけど私、お別れね、お別れ臭いよ、世代交代、ちょっとどういうこと、長女来た、よくぞここまで育てた、はい、コーキングを限界まで育てたことで何かお主も大きく成長したようじゃな、うん、ブリーダー経験値が5上がった、おブリーダー経験値5上がったところ俺カープ長長のノリで読んじゃった、ちょっとそれカープ長コーキングの頑張りを見て他のコーキングもやる気になってみる、おやる気ボーナスが 10% 次回のエキススピードがやったやる気が上がり、あすごいすごい、こうやってあどんどんね、そういうことなんだ、追加されていくんだ、はいはい、お主が成長することでコイキングをさらに強く育てられるようになる、おっさあ次のコイキングを釣りに行くぞ、えさあ柄は柄が変わる、変わ違うのがいいな、最大レベル上がってるから、そうそうそう、行け、おっ、かわいい、コイキングじゃん、コイキングじゃんって、ベーシックなコイキング、ベーシックかい、うん、個性もかなり強そうだぞ、あ、模様錦鯉的な感じのかわいいやつだね、認識、え、あ、模様違うじゃん、そう、違うよ、え、あ、ニックネームつけられるようになった、石田、なんでなんで石田、石田さん世代交代、ちっちゃ、かわいい、え、なの無言の、え、なにこれ、なんか通じ合ってんのかな、あ、なるほど、その1個は1代目のコイキングと2代目のコイキングの対話だよね、石田が対話してんの、コイキングと石田が対話してるよ、石田って言わせるのやめろよあ、でもなんか通じ合ったんじゃない、なにこれ、コイキング同士引退したコイキングはいけそう、奥で見、奥でいや、石田漢字やったんだ俺石田漢字、ひらがな、ひらがな、漢字もね、選べるみたいで、じゃあ俺気になってんのはさ、うんうん、なんかカメラのマークみたいなのあるやん、あ、どこに、今上の方にあった、あ、あまたメニューのところね、それなん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 なに、あ、取れた、かわいい、しかもちょうどいい、レベルアップのとこ取っちゃったあ、シェアできるんだ、これでね、で、保存もできるし、これで OK だすもんね、なるほどね、保存しました、画像保存できると、シェアもね、で、こういうふうに、ね、普通できるからね、うちのコイキングこんなに育ってるんだというのをこうアピールできるわけだ、いいね、いいね、え、ちょっとさ、タウンで仲良しグッズとか見ましょうよ、さあ、これが仲良しグッズ、うん、ピカチュウが電気玉、リザード木炭、食べ残しがカビゴン、ヤドンとかも、あー、私ヤドン仲間にしたい、もうめっちゃ好き、誰かのスキル、あ、あ、あ、違うんだ、みんなで、違うんだ、これ、ね、食べ物、あ、10個くれるとか、あ、ということで、はい、いっぱい食べてね、一緒に楽しみましたけど、ねえ、これ超楽しいんだけど、いや、結構接戦の時焦るな、焦る、このちょっとの差ねあと俺もちょっと見すぎて、目視がすごかったはい、ということでね、はい、ハネのコイキングについては、はい、まさにね、今日新情報が出ていましたので、はい、皆さんもそちらもチェックしてみてください、ください、それではご視聴ありがとうございました、はい、バイバイ、バイバイ、石田を育てます。